全国広報子ども記者に任命します。ありがとうございます。ありがとうございます。産業、二つ目が歴史と伝統、三つ目がお父さんとかなんかいつも夜遅く帰ってくるから、はい、その職業の大変さを知りたいから選びました。おお、豆市で行われるイベントってまあいっぱいある、なんかみんなに来てもらいたいっていうのがこの候補で伝わると思ったからです。おまだ決めてないんですけど、給食センターや水道局、市役所などに行ってみたいと思います。理由は頑張って仕事をしている人を取材してみたいからです。各チーム編集長、編集長と副編集長っていうのは、はい、やってみたい。インタビュー先、取材行く先、今日給食センターとか、ご依頼等中、あとカルタはいろんな
ミストが火のあれから冷却します。これに乗せて、移動させて釜に入れたりするので、ありがとうございました。ありがとうございました。いただきます。はい、チーズ。ブースヨイランドオーチを取材するぞ。いつから始まったんですかっていうのは、大体その昭和の初期ですけどね、聞きたいけど、なんか分からんところが聞いてる。で、3回、4回って言う人もいる。演奏してくれるためについていただきます。そういういろんな設備を整えてくれる施設管理のスタッフ。素晴らしい。普通はなんか軽くなってるんでが変わったから、やっぱり素材だと思うんですよ。改良されて、やっぱり負担を軽くするために最初は一番下に被るものが羽だと。そう、羽。これ何をモチーフにしてるか分かりますか？オイラン役さんです。オイラン役さんをモチーフにしたキャラクターを70回記念の時ですかね、作ったんですよね。これは舞妓さんが持っています。あとこれがこれはタバコもね、これはね、緑、カムロコ、カムロさんって言って、写真見るとの金に知恵の知と書いて、こんちさんですね。調べてきましたか、少し。あ、そうですか。お寺の境内の一角に、御法案があり、良寛様が。
朝鮮監視領館にお呼びいただきました。ありがとうございます。文太先生が亡くなってから21年間問題になっているんですが、文化勲章を直接いただくきっかけになった本ということで、そして、その地域の貢献を目指していくということで、明治45年に閉館することになりました。育てる学校を作ったり、そういった人たちもいたし、大学の先生になって教育に関わる先生もいっぱいいたし、はい、松島と言います。よろしくお願いします。水槽を乗っける建物を作って、そこから落ちる力を利用してみんなのお家とか工場とかもこうやってちゃんと残っていて、まあ、ちょっと川がちゃんと水をすくえるところ、どっちが難しいと思う？作るのに。目覚めからはこの左の。これでしょ？こっちの方ははるかに楽なんです。え？うん。これのものだったら中国でもどこでもできるだろう。これはね、多分できません。ありがとうございました。幼少期を抜いたり、そういう地金というか、その母材を我々が供給しているという会社です。先ほど見てもらったコイをここに乗せて、でここから引っ張りステンレスはどうして錆びにくいのですか？ステンレスが錆びにくい理由は、鉄に、クロームという、元素があるんですけれども、これを混ぜることによってステンレスの表面に薄い、被膜ができます。ありがとうございました。ではですね、こちらの施設なんですけれども、平成19年から建てなった現場職に収まる研修施設になっています。前の作業工程だけですぐにピカピカになるわけではありません。今一番感を作った理由は何ですか？磨き職人を育てる施設を作ろうと。ありがとうございました。はい、チーズ。
なぜ大河津分水を作ったのか、どうやって作ったのか、そして3つ目が大河津分水ができたことによってどういういいことがあったのか出てきますので、よく聞いててください。大手で作られた、知ってたかな。え、こんな大きな川を人が作ったの。この辺にいらっしゃいます。ここから海まで約 10km、 これを作ったんですね。ここに土や石を積んで人が押していきます。日本という国にとってもとても大事な工場なんですね。だから日本になかったんです、機械に。その宮本建の筆師なんですけども、陥没した時の代わりに門付けを作るときにその工事を担当した人です。津波市と松山市っていうのは実は野球でも交流があるんですね。そうですが、下の側は向こうから私たちの方に向かって流れてきます。向こうから流れてきます。大河津分水路はどっちでしょうか。こっちだと思う人、はい、向こうだと思う人。大河津分水路ですよ、はい、いいですか。じゃ正解はですね、こっちです。あ、どういう。お願いします。いや、あっちから見て左ってこと。こっちが左。あっちか。大きな工事、今年から取り掛かる話が出てくると思います。すごく大きな工事で、今のところ18年かかることを予定しています。18年後、皆さん何歳ですか。まあ、そういう状態をこれから、まあ、広げる工事を今後やっていきます。なんかいるらしいもんですよ。それで遊ぶのも可動席の上に立てます。で、ここにパネルもあるんですけど、リアルゲート、ゲートがこう見て分かる通りこう今閉まってるんですけど、ここ大体40m にちっちゃくあるんだけど、カリアタ川とかイカラシ川とかあるんだけど、これが下流の方になるんだけど、ここの水位とかがちゃんと見えるんで、その窓の、窓の清掃も掃除も、今だと2週間に1回ぐらいずつこう掃除してるんで。はい、では熊倉先生が誘導されますので、ちょっと拍手でお願いいたします。拍手お願いします。例の極意、挨拶の例の極意というのを伝授していただこうかと思います。先生、よろしいでしょうか。いや、嫌だ。ぜひここは、いや、私お願いしたいと思いますが、はい、台本通りだそうです。徳川さん、ゆうちの子供記者、おはようございます。どうも、まず先生、本日のテーマの発表からお願いします。テーマの発表からお願いします。聞いてないんで、松本さん、じゃあ早速進めたいと思います。皆さん、ところで熊倉さん知ってますでしょうか。知ってます。あ、そうです、皆さん知ってるということで、あ、はい、保護者の方もご存知でしょうか。はい、バレているということですね。はい、この画面見てくださっていたんですね、ブログですね、ブログですね、ちょっと言いづらいんですけども、基本的にひらがなで書かれています。キャラ設定ですね、キャラ設定でございますので、お承知をいただければと思いますね。ブログは、どんなことに気をつけていますか。偉い人に怒られないこと、すごいですね。大人の社会分かってらっしゃいますね。そういうこと大切なので、皆さんも覚えていてください。給料はいくらですか。はい、年俸9000円ですか。9000円とヤフルトの飲み放題だそうです。羨ましいですね、ヤクルト飲み放題。皆さん飲んでますか。好きな米の種類は何ですか。米の種類ということですか。米のお米の種類、つば九郎米ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。田島先生、ご協力ありがとうございました。子ども記者から質問攻めでしたが、いかがだったでしょうか。時間通りでもですね。今日の感想を簡単にちょっとまとめていただけると嬉しいですが、いかがでしょう。意外としっかりしたお子様たちですね。チーズ。特に津田九郎先生笑っていただけると、はい、そうですね。さあ最後いきます。はい、チーズ。違う学校の友達ができたことがとても嬉しかったです。普段入れないところに入れて面白かったけど、もっと文字を打ちたかったです。取材でいろいろな場所に行けてよかったです。こんな経験はもう二度とないと思います。あみんなで取材したのが楽しかったです。友達がたくさんできてよかったです。住職さんの頭に髪の毛が生えていたことが一番驚きました。楽しかったです。私は6年生最後の経験として楽しかったです。最初は難しそうだなと思ったんですけど、やってみると友達と協力しながらいろいろなことができたのでとても楽しかったです。機材でいろいろなことを学べたのでよかったです。子ども記者をやって広報を読むきっかけになったのでよかったです。